糸よりだ。45ぐらいあるかな。おはようございます、今7時半ですね。先週ねちょっと今季初で出てみたんですけれども、はい、こんにちは。もう12時になるんですけどもね、ちょっと昨日タイとね、あとアコウが連れて大量でね喜んでたところが、帰ってみたらね GoPro 撮れてなかったんですよね。ちょっとね挨拶のところまでしか撮れてなくて、あと全部撮れてないというね、大失態を犯してしまったので、今日もう一回ね連続ですけどもね来てみました。昨日の場所がねちょっと風が強いみたいなので、ちょっと違う場所に来てます。この動画がね上がるかどうかもちょっとわからないですけども、頑張ってみたいと思います。頑張ります。今日も中潮です。新月から最初の周期の中潮ですね。昨日もよう魚食ったんでね、今日もいいような気がするんですけどね。この GoPro のことなんですけど、赤いね録画の表示が出てるんですけどね、撮れてないという、これはマイクロ SD が悪いのかちょっとよくわからないんですけど、困ったもんですね。ちょっとメインのやつを忘れたので、サブのやつでねやったのがまずかったですけども、さっき会ったお兄さん方がちょっとねヒラマサが食うって言ってました。先週ねヒラマサ食ったって言われるんで、ちょっとヒラマサ狙いにジグとね、あとねトップで釣ったって言うから、トップでもちょっとやってみたいなと思います。映るね、すごい映るね。あ、来た来たよ。おっしゃ、いきなり食った。何が取ったんだろう、これあんまり引かないんだけど、あ、引く引く、アコでかしかもでかい、でけえな、おいでかいね。また46あるんかな。あっという間にデカアコを釣れちゃったんでびっくりしてますけど、今確かに根魚がいいのかもしれないですね。満潮間際なんで、ちょっとお腹空いたんでご飯食べますけど、風が出だしたらね流されるんで早く食べたいですね。だけど引かない、またあ、こうかよ、引かない、はい、違った、ずれのカサゴまあいいや、湧いてんな、湧いてる湧いてる、出てるね。
らんね。持ってきてますね。下に映るの。なんかすげえ。この魚タンを買ってみました。これどうなんかちょっとわかんないですけど、これワイヤレスなんで意外とこれ便利かなと思って買ったんですけど、試しにちょっとやってみましょうか。こう沈めてこう結んどくと、また投げるんですよねこれね。スタート。お、映る映る。なるほど。お、映ってる映ってる。魚のマーク出たよ。水温20度。ガーミンにも出てる？あ、ベイトがいるんか。取りますね。映るんだけどね。映るんだけど。反応いいですね。もうちょっと反応的にはガーミンと同じところで反応したりするんで、まあいいんじゃないですかね。さっきも別にね、台ペンじゃなくてもよかったんだけどな。で、食ってたかもしれないよね、実際のところ。撃ったよ。オッケー。よっしゃ。撃った。オッケー。よし。オッケー。よし。わあ、引く。そんな大きくないと思うんだけど、うわなんだこれ、はいはいはい、よいしょ、
なんだっけこれ。お品川マグロじゃろうか。よし。来た来た。何が来たかと思った。よっしゃ。潮が動き始めたって感じですね、多分ね。よし。すごい血なんだよね、これね。そう。なんかガバッとトップにね、なんか出た後にね、投げたら釣れましたね。コシナガマグロかな。はい、夕方になって潮が動き始めたんで、ヒラマサ出るかなと思ったんですけど、全く出ないですね。で、ベイトもね、来た時より全然見かけなくなったので、ちょっともう今日は置こうかなと思います。まあ、もうちょっとね、早く来たら釣れてたかもしれないんですけどもね。まあ、満潮間際ぐらいにね、結構湧いてたんで、今度はね、やはり満潮手前ではね、釣れるように、もうちょっと早く、時間を合わせていきたいなと思います。よし、それじゃあまた。包丁が切れんじゃない。なかなか泳ぐよね。